10年前のあんた好きや。言うほどの違いはなさそうだね。大気成分もほぼ同じみたいだ。君はどうだい？体に違和感とかないみたいだね。よかった。いくら時間速攻ができると言ってもそう長くは滞在できないはずだ。必要なことをさっさと調べて。そうそう楽させてはくれないか。この自粛だと助けも呼べない。十分に気をつけ。差別砲撃、誰がこんな無茶苦茶な真似を。あれ、聞いた話だとこの辺りにはダーカーしかいないはずなのに。ああ、そっか。なるほど。人型をしたダーカーってことは、あなたがダークファルスなんだね。観測者総有検出。クラリス・クリス。その人物は、ダーカーにあらず。え？え？だってあなたがダーカーだって言うから、私は。そのような発言の事実はない。私は、可能性を論じたのだ。あ、ちょっと！もう。ごめんなさい、勘違いでした。え、どうして私の名前知ってるの？私他のアークスと話すどころか会うことだってほとんどないのに。もしかしてさっきの声が聞こえてた？うわぁ、もう話中なのにこのタイミングで命令とか。本当にごめんなさい。次から間違えないようにするから。分かってると思うけど、彼女がそうだよ。10年前に存在した2代目のクラリス・クレイス。彼女こそアトイだ。10年後と同じ年齢に見える。僕にも詳細はわからないよ。記録全部消されちゃってるんだし。でも消された記録を埋めるように残された状況報告にはこうあった。2代目クラリス・クレイスは命を落としてダーカーの進行を食い止めたとね。彼女に会えたってことは僕たちの判断は間違ってなかった。10年前についてもっと調べていこう。簡単に原生生物を。すげえ。ああ悪い、覗き見するつもりはなかったんだ。たまたま通りかかってさ。通りかかった時にすげえ音がしたからさ、何かと思って見てみたらあんたがエネミーをのしてたと。なあ、あんたアークスだよな。どうやったらそんなに強くなれるんだ？どういう訓練してる？そもそも適性は何に向いてた？それからあーくそ、エコーのやつこんな時に呼び出してきやがって。とはいえほっとけねえか。悪い、強いアークスさん、また今度話聞かせてくれ。あなた、
本当にアークス？だってここって今普通のアークスが来られない場所なんだよ。あなたも命令受けてるのかなって思ったけど、この子はそんなことはしてないって言うし。だからもう一度聞くよ、あなた本当にアークス？本当にアークスなの？怪しいなあ、怪しいなあ。それじゃあこうしましょう。私にいろいろアークスの話をしてくれたら信じる。本当にアークスならそのぐらい簡単でしょ。さあたっくさんお話ししよう。私普通のアークスとは違うから、交流とかしたことないし話したこともないの。だからあなたみたいな人に会うのは初めてだし、こうして話すのも初めて。だからもっとお話ししてみたい。私にはみんなを守る使命があるけど、そのアークスのみんなのことを私あんまりよく知らないからさ。でまた私に自由時間はないの？まったくもう。次会った時にはいろいろお話聞かせてね。絶対に、絶対だよ。こんだけの数を一人ってなるとちょっと面倒だな。まったく、とんだ演習になっちまったぜ。え、あんたこの前の。いやー助かった助かった。連戦連戦でさらに囲まれたから正直肝が冷えてたんだよ。あと悪い、自己紹介がまだだったな。俺はゼノって言うんだ。あんたは？やたらに未来の情報を過去に落としてきちゃダメだよ。適当にはぐらかして。極秘任務中か。そりゃ名前も言えないよな。じゃあなんて呼ぶか俺が決めちゃってもいいか。強いアークさんは長い。先生は違うか。もっとしっくりくる。なんかよし、師匠だ。あんたむちゃくちゃ強いから俺はあんたを師匠って呼ぶ。助けてくれてありがとうな師匠。師匠って呼ぶとなんだかいろいろ聞きやすい気がしてくるな。早速だが師匠、ちょっと聞きたいことが。でエコーからの通信かよ。ほっとくとうるせえし。なあもう仕方ねえ。師匠、今度会った時には強くなる秘訣とかそういうのたくさん聞かせてくれよ。うん、やっぱりそろそろ来るだろうなって思ってたんだ。約束通りいろいろ話を聞かせてもらうからね。何の話を聞こうかな。アークスの任務について、シップ内の話について。聞いてみたいこといっぱいあるんだ。しっかり付き合ってもらうよ。私は一応アークスでもあるけど、他の人とは目的が違うからな。私の目的？ダーカーを消してみんなを守る、それだけだよ。私はそのためにいるからね。
この子が言うんだ。全ての歴史を正すためにダーカーを消さないとって。このオベリスクはさ、今から30年前、先代のクラリス・クレイスさんが頑張ってダークファルスを封印した痕跡なの。でも、封印しかできなかった。ダークファルスを封印するのが精一杯だったんだって。先代さんは、きっと悔しかったはず。私も悔しい。その場に私がいればって思う。私なら封印だけじゃなくてダークファルスそのものを食らって消し潰してみせたの。大丈夫、心配しないで。ダーカーもダークファルスも全部私が消してみせるから。あ、ひどいな。私の言うこと全然信じてないでしょう。大丈夫だよ、一人で大丈夫。今までもそうだったし、これからもずっとそれで大丈夫。むしろ一人の方が都合がいいの。私の戦い方はむちゃくちゃだから巻き込んじゃうかもしれないし。ダークファルスを消すためとはいえ、アークスのみんなまで消しちゃったら意味ないでしょ。でも私を心配して言ってくれたんだよね。だからありがとう。のんびりしすぎちゃったかな。私もう行かなくちゃ。また今度もいっぱい話しようね。それじゃバイバイ。師匠、師匠。あ、やっと見つけたぜ師匠。前に言っただろ、強いアークスになるための心構え聞かせてくれよ。例えば師匠が自分の先輩にどんなことを教わったとか、いろいろ聞きたいことは山盛りだ。後輩を助けるのが先輩の務め？それ師匠の先輩が言ってたのか。師匠の先輩って言いにくいな。面倒だから師匠が言ってたってことでいいや。それにしてもやっぱ師匠はいろんなこと知ってるよな。やっぱ現場は違うってことだな。今はダーカーの攻勢が強いからさ、どうやって効率よく撃退するとか、そういう話ばっかなんだよ。後輩のためどころか、まず人のためって発想がない。みんな自分のことで手一杯って感じで、周りにまで目がいってないんだろうな。ってやっべ、研修すっぽかしてきてたんだ。師匠またな。ダメ、まだ来る。気は抜いちゃダメ。なるほどね。最近うちの子たちの反応が弱いと思ったらあんたの仕業か。ずいぶんとうちの子たちを可愛がってくれるじゃない。アークス風情が生意気に。この子の言う通りだった。眷属のダーカーを倒していればそのうち出てくるって。おびき出されたってわけかしら。小娘、あなた私が誰か分かって言ってるの？もちろん。ダークファルスアプレンティスでしょ。虫系のダーカーを素で操り、大軍での制圧戦闘を最も得意とするダークファルス。何か補足ある？
そうよそうよ、その通り。でも小娘、あなた本当に分かってるのかしら、ダークファルスがどういう存在か。もちろん私の敵ってことでしょ。問答無用で攻撃なんて随分と暴力的ね、アークスさん。そっちは随分と臆病なんだね、ダークファルスさん。かかってくるなら早くしてよ。今はやめとくわ。小娘、あなたにはもっとふさわしい殺し方があるはずだからね。どっか行っちゃった。ずいぶんおしゃべりさんなダーカーだったね。心配してくれるの？ありがとう。でも安心して、大丈夫だよ。何にも心配いらないから。挑発したのだってわざと。あの様子なら今後はずっと私を狙うはずだしね。あ、でもそうだ、あいつ倒すまでの間は私のそば危ないかも。それってつまりお話しする時間が減っちゃうってことになるよね。うわ、しくじったな。よし、あのダークファルスはさっさと倒しちゃおう。そうしよう。そうと決めたら善は急げ。それじゃあまたね。これで終わり？調子に乗るな、小娘！何よこれ、私の力が、体が失われていく。私の体が、私の力が、何をした、私に何をした、小娘。どうして敵にそんなことを聞くの？教えるわけないじゃん。あとはあなたを喰らうだけ。あは、来てくれたんだ。ちょっと待っててね、すぐに終わらせるから。すぐに、すぐにって言ったの？私を、このアプレンティスをどこまでバカにする気よ、このアークスの小娘が。クラリッサ、あれ、逃げられちゃった。残念。まあいっか、力の大半はこの場に封じておいたし、今度会った時に殺せば。ねえ、あなたも私のこと怖いって思う？
本当？本当に本当？私一度だけ他のアークスに戦ってるところを見られたことがあるんだ。私は助けたつもりだったけど、あの時の顔は忘れられないな。うん、忘れもしない。自分とは違うものを見る顔。ああ、私は普通の人とは違うんだなってあの時自覚した。何も言わずに逃げていったその人に、私は声すらかけられなかった。怒ることも悲しむことも。そしてそれ以降、絶対に誰とも出会わないように動いてきた。私が守るべきみんなから嫌われたくないからね。もっともあなたには会っちゃったけど、でも見ての通り、私はすごくて強くてとっても怖いんです。ダークアーもダークファルスもこの身に食らい消し潰す。そのためにいるから。だからもしも怖いのなら、もう会わない方がいいと思う。私なら大丈夫だよ。私はそういう役割だから。みんなが笑って暮らせるように私は戦う。一人で最後まで、みんなのために。みんなはみんなだよ。みんなを守ってダーカーを殺す。それが私の存在意義だから。変な話しちゃったな。こんなんだからとどめも刺し損ねちゃうんだよね。それじゃあさよなら。随分と化けの皮を剥がされちゃって大変だね、アプレンティス。ルーサー、負け犬が何の用？よく吠えるね。僕が助けてあげなければ今ので君は死んでいたはずだよ。命の恩人への挨拶にしては言葉が過ぎるんじゃないかな。ウジ虫、君が望むならこの場で踏みつぶしてあげても構わないんだけど。やってみなさいよ。足元からむさぼり食らって糧にしてあげるわ。やめようか。不毛な会話は知能を低下させる。それでアークスに首するつまはじき者が私に何の用かしら。僕はアークスに組してなどいないよ。彼らもダーカーも世の中の全ては僕の駒に過ぎないんだからね。ごたくは聞き飽きてるわ。何の用かと聞いてるのよ。何、悪い話じゃないさ。君にぜひとも協力したくてね。アークスの支配は着々と進んでいるが、君が先ほど交戦した彼女についてだけはガードがとても固く調べがつかない。三英雄は僕の好き勝手に動かせるものなのに、あれにだけは手が出せない。シオンに邪魔されてしまうんだよね。わかるかな。情報が欲しいんだよ。とびっきりの生の情報がね。そのための準備もしてある。君は復讐を、僕は情報を。
共に目的を果たすためにここは一つ手と手取り合ってみないかな。私ずらもあなたの困ってわけかしら。否定はしないよ。言っただろ、世の中のすべては僕の駒に過ぎないってね。おい師匠、ようやっと見つけたぞ。また人のために動いてんの。さすがというかなんというか、相変わらず忙しそうだな。でもそういうことをしてきたから強くなったっていうのなら、俺も真似してみるかな。見つけたぞ問題児。ゲッ、レギアスのジジイ。勝手に自治訓練に向かうなど随分と好き勝手な真似をする。苦情が私にまで回ってきたぞ。いいじゃんかよ、のびのびと戦ってた方が成績もいいんだし。だがそういう戦い方ではいずれ大切なものを守れなくなる。お前はそれでいいのか。よくねえけど。とにかく規則は規則だ。いかに才能に優れていようとも例外はない。さあ帰るぞ。帰って説教の時間だ。騒がせたな。こやつのことは私に任せ、君は任務に戻ってくれ。私に会いに来たってあんなこと言っちゃったのに、なんで。ううん、そうじゃない。理由は何にせよ会えたんだから、きちんと言わないと。私ごめんなさい、この前はあんなひどいことを言っちゃって。いい思い出だけを残したままお別れした方がきっと楽だってそう思ったから。嫌われたり怖がられたりしたくなかったから、つい。だからまた会えて嬉しい。うん、本当に嬉しいよ私。しかもここで会えるなんて。ここ私のお気に入りなの。静かで綺麗でなぜかすごい落ち着くから。こんな偏僻な場所には誰も来ないと思ってたんだけど、あなたは来てくれたね。次からも何かあったらここで待ってようかな。よーし、約束だよ。約束だからね。ああもう、はいはい、わかってる。やるよやるよ、やりますよ。頑張っちゃいますよ。あ、そうだ、あなたの名前私まだ聞いてない。
名前だね。私も名前があるんだ。クラリス・クレイスじゃない本当の名前。今の私はクラリス・クレイスだけど、いつかそれを言えるような未来が来るといいな。それじゃあまたね。綺麗だよね、ここ。澄んだ空に一面の銀世界。ツンと刺さるような冷たさもかえって心地いい。あ、私らしくないって顔してる。いいじゃん、たまにはこういうのも。私だって女の子なんだから景色に感動したりもするよ。まあ普通ではないけどさ。それにしても普通の女の子ってどういう感じなんだろう。気を使ってくれてありがとう。でも大丈夫だよ。私は私が普通じゃないってよくわかってるし、それが嫌だと思ったこともないからさ。もしかして今の私と逆のおしとやかな振る舞いをしたりすれば普通の女の子みたいに見えるかな。あ、うん。あ、こんにちは。私は元気だよ。いろいろお話聞かせてほしいな。そんなに驚くこと？失礼しちゃうな。私だってこういうのできるんだよ。でもまだいいかな。あんな風にほんわかしてると戦えなくなっちゃいそうだし。それに私がああいう風に振る舞える時っていうのはきっと平和になった時のはずだからさ。平和になるその時まで普通の女の子はお預け。それまで取っておく。あ、師匠、久しぶりだな。全然会えなくてちょっと寂しかったんだぜ。座学とか聞いてるより師匠の話を聞いたり動きを見てた方が勉強になるんだよ。だから師匠、もっとたくさん俺に教えてくれよな。って、師匠？どうしてそんな困ったような顔をするんだよ。もしかして師匠どこか遠くに行っちまうのか。今度は図星って顔だな。なんだよ、せっかく知り合えたってのに。よし、じゃあ俺も師匠についていく。学校もやめる。もっといろいろ教えてほしいからな。アークスじゃないからダメって。じゃあアークスだったら俺を連れてってくれたのか。連れてってくれないだろ。俺だって分かってるよ。もともと無理なお願いだってことは。連れてってくれれば絶対に今よりもっともっと強くなって師匠の役に立ってみせるのに。よーし、やってやる。すぐに師匠に追いついてやるからな。見てろよ師匠。どうしてこんなところに。ここも普通は来られない場所だよ。あなたには今更な指摘だったかな。お互いに真っ当じゃないんだね。私はね、この子のお願いでここまで来てるんだ。何でもここにはフォトナーの遺跡があるんだって。その調査というか利用というか。この子が何なのか。さあ、私も知らない。それは知らなくていいことだから。この子の命令は
いつも正しくて、私はいつもそれで助かってきた。だから別に知らなくてもいい。それで困ったことがないから、他のことは知らなくていいこと、必要のないこと。はあ。で、今までの私なら言ってたと思う。でも今は違うんだ。私はずっと話し相手なんて必要ない、ずっと一人で大丈夫って思ってた。でもあなたと出会って話すようになってから、そうじゃないって分かったんだ。私はきっと知ろうとしていなかっただけ。アークスのこともこの子のことも私自身のことも。だから全部終わったら、まずはいろいろ勉強してみたいかな。読んで、話して、見て、歩いて、私がどれだけのことを知らないのか知りたい。はいはい、今度は何？え、アークスシップに？ごめん、私急がなくちゃ。